道路、道路、道路、ラテン語ストレイタ、フランス語、ドイツ語、英語ロードとは人や車両などが通行するための道、人や車両の交通のために設けられた地上の通路である。英語のロードは道全般を指す言葉である。ストリートは都市部の道路、街路を意味する言葉として用いられるので、結果としてロードの方は街と街を結ぶ道を指すことは多い。 道路は、表層、奇層、路盤などの補装体と、それらを支える路上とからなる。道路の文字が、初めて使用された記録は、紀元前千年頃の古代中国王朝である州の、時代の経典、従来だと言われる。春秋時代の思想家である孔子の原稿録、論語や、三国時代の詩書、義志・和人伝の中にも、使用例が見られ、古くは、漢語から始まった言葉である。 日本では明治時代の文明開化期以降に一般に使用されるようになったとされるが、江戸時代の廃人で知られる松尾芭蕉の奥の細道の一節にすでに道路という言葉の記載が見られる。狩猟採取を行っていた原始社会では動物の移動に伴ってできる獣道が狩猟民らによって利用される場合もあった。そしてもう一つの原初的な道は、 踏み分け道である。人が生きていくために好みを取ったり狩猟に出たり、あるいは魚を取りに行ったりしながら、何度も同じところを行き交うことを繰り返すうちに、地面は踏み固められて、自然と草が減って土方筋状の道になった。人類が農耕を始めて、集団で定住し、そうした集落間で物や情報の交換や婚姻などが行われるようになると、人の往来が頻繁になり、 はじめは人一人がやっと通れた道が何人もが行き交うことで幅の広い道へと変わり生活していく中から自然発生的に発展していった。最初の素朴な道は土が見える状態だった。現在発見されている中で最古の道路整備跡とされることのあるものにはイングランドにあるのど手道があり紀元前3800年頃に遡る。土の道は 晴天時に特に不自由はないが雨天になるとぬかるんで泥道になってしまい歩くことが困難になってしまう。それを防ぐために舗装が行われるようになった。人の手による舗装の最古のものとしては紀元前4000年頃のものが発見されている。古代のエジプト人は石畳の道を整備しギザの大ピラミッドの構築用資材の運搬に用いた。古代の中国人は 紀元前1100年代頃以降、大規模な街道を整えたが、その一部は石畳として整備した。紀元後20年までには、その距離を4万キロメートルにまで伸ばした。インカ人たちは伝令たちがアンデス山脈を伝っていけるようなインカの街道を張り巡らせた。マヤ人たちもヨーロッパによる新世界発見以前に、メキシコで石畳の道路網を張り巡らせていた。 日本では三内丸山遺跡、縄文時代期元前3500年から2000年に、幅12メートル、長さ420メートルの舗装された道路が発見されている。古代文明が発達し、国家が誕生すると、道は計画的に作られていくようになった。中でもローマ帝国が建設したローマ街道は、最も大規模で、組織的なものとしてよく知られ、 その道路網の総延長は約29万キロメートル、内周要幹線は8万6千キロメートルにも及んだ。すべての道はローマに通ずるということわざがあるように、道路の性格は軍事色、政治色が強いもので、ローマ市を中心とする広大な領域に、幅が数メートルほどある平坦な道路を放射状に敷き、都市間を最短距離で結ぶため直線的に引かれた。 中でも有名なのは、紀元前312年に、アッピウス・クラウディウス・カエクスの命令で建設が始まったアッピア街道で、道路幅は15メートル、四石舗装を施した本格的なものであった。このほか地中海のクレタ島やマルタ島の残る古代、道路は、紀元前2000年頃のものと言われ、またアケメネスはさ・ワペルシア帝国の王の道は、 紀元前約500年頃のダレオス一世の時代に、メソポタミアの首都スーサ、ゲイラン国内から小アジアのサルディス、ゲントルコ国内へ至る、約2 5 0 0トルに及ぶ帝国を循環する計画道路が作られた。東アジアの古代中国においては、紀元前220年までに、真の始皇帝によって、地道と呼ばれる大規模な道路網の建設が始められた。 建設期間10年ほどの間に作られた地道の総延長は、現代中国の公式記録とも言われる、中国航路市によれば17,920里、約 7,481km、旗時代の一里は 417.5m とされ、漢渉では、道幅は50歩、約 70m、路側に3畳、約 7m ごとに成長を植えたとされる。始皇帝は、 自動建設の終わり頃に直道という首都関陽から北へ伸びる幅約30メートル程度の直線的な軍事道路を作っている。その目的は北方からの強度侵略に備えるためのものであり、現在の中国では直道のことを中国最初の高道路と呼ばれている。また物資を運ぶための交易路も古代より生まれていた。北ヨーロッパで産出された琥珀を 地中海沿岸地域へ運ぶために生まれたヨーロッパ最古の道として知られる古白の道は紀元前1900年頃から存在した。始皇帝を倒して打ち立てられた中国の官帝国の時代からは国家統一と経済産業の発展のため石書を廃止して道路建設が全国的に進められたことにより中国の長安から中央アジアを横断して西南アジア ヨーロッパを結ぶ絹の道、シルクロードが登場する。シルクロードは貿易のための地上通路として最もよく知られ、紀元前130年前後の漢の時代から武帝が西域に派遣した長剣によって、西域の商品や文化が東方へもたらされたことに、始まり、7世紀頃の唐の時代になると、中国特産の絹とヨーロッパから宝石と織物が運ばれた。また、シルクロードは、 東西文化の伝達路として大きな役割を果たし、東洋と西洋の双方異なる、優れた互いの文化を吸収しながら発展していった。中国の塔の時代では、全国的な道路網が作られており、五里約三キロメートルごとに土台、土台、土で築かれた道標が築かれ、駅路が整備された。中国東大の道路制度は、 日本の道路にも影響を与えており、駅伝制度などは中国から駅製を導入したものである。ヨーロッパでは、ローマ帝国衰退後から産業革命が起こるまで、紀元3世紀以後から18世紀初頭の間は、道路整備は衰退し、ローマ街道として、舗装に使われた石が、後世の農夫たちによって取り外されて、 家畜小屋や家の建材として使用されるなど、次第に道は荒廃して行った。17世紀のフランスでは、貴族や国王を乗せた馬車が、道路上のぬかるみにはまって横転する災難に、遭遇した状況を同伴画で伝えており、同様の道路の惨上は、ヨーロッパ全土を追った。18世紀の産業革命期に入って、ようやく道路整備状況が改善される動きが見られるようになる。 フランスでは土木技術者でパリの王立土木学校初代校長でもあったジャンルドルフ・ペロネ178から1794年の監督の下で近代的な馬車道が整備されるようになる。道路建設は路盤工事の後、クリージを敷き鳴らした上に敷石を並べてランマーで突き固めた工事が行われアーチ構造の橋梁も建設されるようになるが、 これらの工事手法や土木技術は古代ローマ街道とさほど変わらないものであった。イギリスにおける道路建設とその整備は地域の教区単位で行われた。このため、貧弱で多様な道路状況となった。1706年頃にはこれを改良するために初の赤書が作られ通行する車両から料金を徴収した。イギリスでは時にはおよそ1100の料金書があり、 3万8000キロメートル強の道路が整備された。馬による移動の時代には、道路は砂利舗装道路上での最大車度3%強での整備を目指していた。これは、馬が坂道で2を引き上げるのに平行に近い方が最も都合が良かったためである。この時代の著名な道路建築家には、フランスのピエリマリー・ジェローム・トレザーゲー、1716から1796年、 イギリスのジョン・ロードン・マカダム、1756から1836年がいる。産業革命の間、重いニウマ社が道路上に輪だちをつけてしまう問題への解決として、鉄道が開発された。道路全体を丈夫な表面にしようとする代わりに、ニウマ社は鉄道で行くか、もっと丈夫で耐久性の高い素材でつけられた溝の上を行くかするよう制限が加えられた。 産業革命期のヨーロッパの道路で本格的な道路改築を行ったのはナポレオン・ボナパルと1769から1821年である。ナポレオンは全ヨーロッパ支配を進める上で戦争を有利に進めるための軍事的な輸送路確保を目的に道路建設を積極的に行いフランスからイタリア遠征の経路上にあるアルプス号への シンプロン峠の道路建設を部下に命じて行わせた。百名以上の人命を失う南高寺を乗り越えてゴンドウトンネルが貫通し、1805年にシンプロン峠越えの道路は完成を見た。その後、モンスニ峠の道路建設も手掛け、さらに全ヨーロッパにその範囲は及んだ。ナポレオンが道路建設のために支出した予算は、同時期の要塞建設予算の約二倍あったと、 されている。現代では自動車などの車両で移動できるよう、道路はほとんどあらゆる箇所で整備が進んでいる。ほとんどの国で道路輸送が最もよく使われる輸送手段となっている。また、交通安全と渋滞の解消のために、ほとんどの先進国では道路をレーンに区切って使用するようになっている。道路は基本型は、ただの一つの面である。 道路には両方向から交通があるので、すれ違いが生じる。素朴な形態では、ルールはないわけだが、それでは、睨み合いや、衝突が生じるので、自然と、道の右側を進むのか、左側を進むのか、という習慣、ルールの類いができるようになる。欧米では、基本的に右側を進むということになった。イギリスと日本では、左側である。同じ方向でも、 歩行者、馬車などは区別した方が良いということになる。馬車などは道の中央を走り、歩行者は道の端を歩くということになった。古代の道では馬車用に意図的にレール状にくぼみを作ってある道もある。歩行者用には高さの異なる面を用意するということも行われるようになった。車両と人が同時に通行すると悲惨な事故が起きる確率が増す。 人と車両を分離すると、人も安心してリラックスして歩くことができ、自動車も安心して高速に運転することができる。市街地の繁華街では車を一切入れず、道路をすべて歩行者専用としているところもある。逆に、自動車専用道路では、原則自動車以外の走行を禁じることで、高速走行を可能にしている。現代の日本の道路も、 一定程度の幅がある場合は、自動車が通過するための車道と、歩行者が通行するための歩道とに区分されている。区分の仕方は様々で、柵で区切る方法もあり、高さを変える方法もある。欧米では、現代、自転車に乗る人が多いので、道路は、自動車用、自転車用、歩行者用の三つに区分されることがかなり一般的になってきている。日本は、 対応がまだまだ遅れていて、そうした3区分は徐々に増やしつつある状態である。自動車が普及するにつれ、無謀運転をする者がいることや、事故の被害者が出ることが次第に問題になり、速度制限が行われるようになった。道路標識が設置されるなど、法整備も進んだ。現在の道路の地下空間には、水道管やガス管など、 地上には電線や電話線などのライフラインも付設されるようになった。都市部では道路の掘り返しを避けるため、これらのライフラインを一括して収容する共同校というトンネルが道路の地下に作られることもある。また地下鉄は道路の地下を通過することが多い。歴史的に都市と都市を結ぶ道路、道、ロードと違い、欧米の都市内部の道、街路、 ストリートは廃物処理の場所でもあった。古代ローマ時代は道の真ん中に水を通し、排泄物などの汚物を流していたポンペイ遺跡など。そのため、道の真ん中が両側の町屋より数段低くなっていて、両側を飛び石状の道渡しで渡る。また、馬車もこの水路の中を通行する。また、地下下下水道のなかった近世のパリでは、 ゴミや汚物を街路に捨てていたのは有名な話である。欧米では、道路、A、ストリート、ドク、ストロッサは住居表示の基礎となっている。欧米流の発想では、基本的に住所というのは道路に結びつけて概念的にぶら下げて理解されるものであ、そうした理解の仕方が標準的なのである。街路を挟んで両側が同じ街路名を共有しており、 住居表示となる。いくつか番号の振り方があり国によって異なるが、一つの方法は、道の片側は奇数で統一し、反対の片側側は偶数で統一するというものである。数字が小さい方から大きい方へ、順番に敷地が並ぶ。それによって、郵便配達人が簡単に配達できたり、土地勘のない人が訪問することが簡単にできる。郵便配達人なら、 郵便物に書かれている、宛先の通りの名前を見て、その通りまで行き、あとは、末尾の数字を見て、まず奇数か偶数かを読み取りそれによって、道のどちら側か判断し、各家の前などに表示されている数字を確認しつつ、進み数字が一致したところで、ポストに投函すればよい。土地が分割されたり家が増えた場合の対処法について、説明する。片側に一、三。 5,7,9などと最初に投資番号が振られているわけであるが、例えば3の家、土地の権利が二つに分割されたら、3A、3B などとする。これによって、他の1、1,5,7などの番号を振られた土地は、番号が変更されずに済む。日本の京都市でも一部で街路、通り名を用いた、住所表記を行う、上通り上がる、下がる、東いる。 西いる。京都市の場合、町名が非常に多く、異なる場所にあっても町名が同一の場合があ、これらの場所を区別するために、郵便番号も別々に設定されている。これらの事情により通り名を用いた方が住所を特定しやすいため、慣習的に用いられている。日本では、街路の両側が一つの町名を共有していたが、1962年に、 住居表示に関する法律が施行されると新しく付けられた町名地番は道路に囲まれる外区単位で住居番号を付けるようになったが現在でも大阪市中央区の一部では街路の両側を単位とする町名が残っている日本の法律上の定義としては道路法、道路交通法、建築基準法などの法律がそれぞれ道路の定義を定めている道路交通法 第2条第1項は、以下の3つに該当する場合を道路としている。一般交通のように供する、その他の場所とは、公道や自動車の交通のために設けられた道以外で、現実の交通の実態から道路とみなされる土地のことを言う。不特定の人や車が自由に通行することができる場所で、現実に通行に使用されている場所が該当する。 そのため、一般に道路としての形態を有していなくても、該当する場合があり、私有地であるか、公有地であるかは、関係がない。具体的には、農道、林道、赤線が該当し、一般の交通に強用されていれば、市道、広場、公園、河川敷、地下街等も含まれる。一般交通のように供する、その他の場所に関する通説、判例は、下記の通り、 道路法、第2条第1項及び第3条は、一般交通のように供する道で、以下の4つに該当するものを道路としている。道路を構成するものは、路面、路肩、乗り敷きのほか、トンネル、橋、都線施設、道路用エレベーター等の道路と一体としてその、公用をまとうする、施設、工作物、及び横断歩道橋など、道路の付属物で、 当該道,道路に付属して設けられているものも道路に含むとしている。道路法で定義される道路として認めることを高速自動車国道と一般国道は道路指定、都道府県道と市町村道は道路認定といい、道路法が適用される都道府県道、市町村道を認定道路と呼ぶ。いわゆる行動であり、道路構造例による福音、構造などの基準が定められている。 道路の成立から廃止まで段階的な規定があり、1、路線の指定、認定、2、区域の決定、3、用地の取得、4、建設工事、5、供用開始、6、維持管理、7、路線の廃止、変更、8、不要物件の処理というように行政上の手続きが行われる。なお、道路法第89条の主要地方道は、 道路法上の道路の種類ではなく、国が道路整備の必要一定範囲内で補助する道路として大臣が指定した主要道路のことであり、都道府県道の中には一般道路と主要地方道が含まれる。土地改良法に基づく道路とは農業用道路のことで、いわゆる農道のことである。幹線農道と四線農道に大別でき、四川農道には収穫物運搬等のための 通策道と通策道の連絡道路がある。期間的な農道として、1965年、昭和40年から実施された、農林漁業用期発税財源見代わり、農道整備事業、略称、農面道路事業により、農林水産省が整備する道路のことを、農面道路と呼ぶ。森林法に基づく道路とは、林道のことであり、森林の整備、 保全を目的として設けられる道路の総称としている。林道は道路法の関連規定の枠外にあるが、一般交通に供される林道は、道路交通法、道路運送車両法などの規定は適用される。所管は農林水産省林野町で林道の制度は日本独自のものとなっている。民有林の中の林道の種類には次のようなものがある。港湾法に基づく道路とは、 林光地区内における林光施設として供される林光道路のことを指す。国土交通省の予算で作られ、港湾管理者である公安局、または地方公共団体、都道府県や市町村が管を行う。道路運送法第2条第7号は以下の3つに該当するものを道路としている。第2条第8項では上記の自動車道について定義されており、 その中の一般自動車道とは専用自動車道以外の自動車道を言い、専用自動車道とは自動車運送事業者、自動車運送事業を経営する者がもっぱら、その事業用自動車、自動車運送事業者がその自動車運送事業のように共する、自動車の交通のように共することを目的として設けた道でると定めている。建築基準法第42条は、 以下の1から5に該当する場合を道路とし、6に該当する場合を道路とみなしている。行動、指導の区別はなく、自動車専用道路のみ対象外で、福音4メートル以上が道路となる。福音が4メートル未満であるなど、それ以外のものは、建築基準法上は道路とは位置付けられず、建築基準法関連においては、通路、道などと呼ばれる。なお、 建築基準法四十三条の接道基準を満たさないが、道場ただしがきに基づき特定行政庁が、建築許可を出した場合の道路について、ただしがき道路と言われる。上記に挙げられた以外に、各法令の道路の種類として、次のようなものがある。このほか、不動産等規模上の地目の一種として、公衆用道路というものがある。一般交通のように供する道路のことを指し、 行動、指導を問わない。道路と一体となって利用される橋やトンネル、横断歩道橋や横断地下歩道などの施設も含む。近年では自治体財政の情勢悪化により、生活道路については、機材、資材を自治体が提供し、施工は住民が自ら工事する事業が注目されてきている。栄村のケースでは、外部発注するのと比べ費用を1。 二から一、三に抑えられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。